富士山は小田急電鉄小田原線と東海旅客鉄道五殿場線を直通運転する特急列車である。2018年3月17日に朝霧から解消された。本校では小田急小田原線と五殿場線を直通運転していた優等列車の遠隔についても記述する。最新の運行外況については運行外況の節を参照。 1955年に小田急から日本国有鉄道五殿場線への直通列車として新宿駅と五殿場駅を結ぶ特別準急に往復の運行が開始されたのが始まりである。1959年には四往復に増発されたが五殿場線の電化と同時にそれまで4種類あった愛称を朝霧に統一し同年10月には列車種別も連絡急行に変更された。 1991年3月16日からは特急列車に変更され小田急と JR 東海の相互乗り入れに変更されたが2012年3月17日からは再び小田急の車両のみによる運行に変更されることになった。本校では以下必要に応じて小田急小田原線を小田急線、鉄道省、日本国有鉄道など国が直接関与していた。 鉄道事業をまとめて、国鉄、小田急3000型は、SSE 車、2万型は、ソ車、6万型は、ムズ車、JR 東海371系電車は、371系と表記する。型乗り入れという形ではあるが、JR 東海に直通運転をしており、関東の大手私鉄の特急列車では唯一 JR 東海に乗り入れる列車である。 小田急線と御天馬線を結ぶという発想は、第二次世界大戦中に、国鉄東海道本線が爆撃を受けた際に、迂回路線として活用するという構想に遡る。この構想は、具体的なものとなり、松田駅付近では、用地買収と橋脚の建設まで行われたが、間もなく、終戦となったために実現はしなかった。終戦後の1946年には、 東京急行電鉄が策定した、鉄軌道復興参加年計画の中に、小田急線と御殿場線を直通させて、新宿駅と沼津駅を結ぶ計画が含まれていた。この計画は、御殿場線の電化は、運輸省が行い、直通列車の運行を大東急が行うというもので、東海道本線の混雑緩和と同時に、富士山麓の観光開発にも対応させるものであった。この案は、 実際に1947年3月に運輸省へ申請された。しかし、投資額が大きく優先順位が後回しになると考えられたことから、大東急による自宅経営による電化案、蒸気機関車案、ディーゼル電動車案などが検討されたが、1948年には大東急が解体されてしまった。その後、大東急から分離独立した。 小田急の社内でも引き続き、御殿場線への直通については、検討が続けられていた。1947年9月には、寸津鉄道が小田原から小脇谷までの路線バスの運行免許申請を行ったのに対し、自社防衛の検知から箱根登山鉄道が反対の立場を取っていたなど、バス路線の免許について、争いが生じる事態になっていた。こうした状況から、 小田急ではこれまでの小田原や熱海から箱根への観光ルートだけではなく、御殿場からの観光ルートにも注目していた。また、御殿場から山中港を経て、富士号湖への観光ルートも考えられた。また、当時の御殿場線からの東京方面への直通列車は普通列車のみであったが、沿線自治体からは、東京方面への直通急行列車の運行を求める声もあった。 1952年には国鉄に対して、御殿場線への直通運転の申請を行った。国鉄との調整を進めると同時に、20メートル級の全長でディーゼルエンジンを2機搭載した、御殿場線に直通するための機動車を実現するため、東急車両製造とともに開発を進めていた。搭乗当時のキハ5000系、搭乗当時のキハ5100。 計5101登場当時のキハ5100計5102955年8月16日に国鉄から直通運転が承認され、同年9月7日には直通に関する契約と協定が締結された。直通列車に使用する機動車であるキハ5000型も同年9月5日に完成し、同年10月1日から1日に往復の直通列車が運行開始となった。 小田急線内では特急扱いであるが、御殿場線内では準急列車として運行されることから列車種別は特別準急となった。座席定員制であるが、号車指定制で座席の指定は行われなかった。この運転のために新松田駅、松田駅間に連絡線が設けられた。運行開始した1955年10月1日改正ダイヤの列車時刻は 以下の通りである。途中停車駅は松田駅のみであった。列車番号については次のダイヤ改正で2700番台に変更された。愛称の銀嶺不要はいずれも富士山にちなんだものである。特筆されるのは通常の直通運転では事業者の境界駅で乗務員交代するところを小田急の乗務員のうち国鉄の交差に合格した乗務員が 五点場まで車両ごと乗り入れて運行を行ったことである。これは当時の五点場線の旅客列車はすべて蒸気機関車牽員の客車列車であり、五点場線に機動車の乗務員はいなかったため交代しようがなかったのである。通過駅での通票樹児は車掌が担当していた。この直通列車は季節波動はあったものの好評で当時は五点場線唯一の優等列車とあって、 自衛隊員や公務員が東京へ昇進移動する際にはよく利用されたが、その一方で座席の狭さには苦情が続出した。次第に輸送力が不足してきたため、車両の増備が行われる一方、国外機に列車交換設備が完成したのを契機として、1959年7月には1日、4を往復に増発された。増備車では不評だった。 シートピッチも改善され、それまでの車両もシートピッチを拡大した。1959年7月2日、改正ダイヤの列車時刻は以下の通りである。愛称の朝霧は、富士山麓の朝霧高原にちなみ、小田急が運営していたキャンプ場の宣伝も兼ねたもので、長尾は、御殿場から箱根に向かう、途中の長尾峠にちなんだものである。なお、この年の5月には、 九州で、準急、朝霧の運行が開始されている。増発後は、予約状況に応じて、午前中の列車で、御殿場到着後に一部車両を切り離した上で、御殿場駅に留置し、夕方の列車に連結する運用をしばしば言っていた。なお、1959年9月19日には、当時皇太子であった、秋人親王が、御殿場市郊外の国立青年の家に向かう。 際の往路で直通列車を利用している。その後、沿線自治体からの要望により、一部列車の停車駅に三北駅、駿河小山駅が追加された。1964年以降には乗り入れ区間を沼津駅まで延長するという要望もあったが、国鉄時代には進展を見なかった。3 0系 SSE 車百六十八年には古典馬線の電化に伴い、 直通列車を電車に置き換えることになったため、機動車による直通列車の運行は1968年6月30日、限りで終了した。同機動車は関東鉄道2乗とされ、キハ5000型はキハ751系、キハ5100型はキハ753系として、いずれもロングシート3扉化された。直通用の電車は5両連接車に改造した。 小田急の SSE 車を充当することとなり、1968年7月1日から SSE 車による直通運転が開始された。この時から、それまで列車別に設定されていた愛称が4往復とも、あっさぎりに統一された。合車指定制の座席定員制及び、小田急乗務員が車両とともに御殿場まで乗り入れる、仕組みはそのままであった。 1968年7月1日改正ダイヤの列車時刻は以下の通りである。途中停車駅は松田駅、三北駅、駿河小山駅で小田急線内は引き続き無停車だった。四三島と呼ばれる1968年10月1日のダイヤ改正では、準急という列車種別は急行に統合される形で廃止となったため、朝霧も 急行列車として運行されることになり、小田急線内では連絡急行という新しい種別となった。少し遡る1966年3月には、九州を走る準急朝霧が急行に格上げされており、同名の国鉄定期列車が異なる地区で運行する状態になっていた。電車化により、列車定員は機動車で運行していた時と比較して一挙に3倍に、 増加したものの、乗客数がそれに追いつかず、乗車率が低い状態となっていた。このため、1971年10月1日からは、小田急線内の停車駅に、新原町田駅が追加された。この当時すでに小田急線内では、定期乗車券による特急乗車も認められていたが、朝っさりについては、定期乗車券での利用はできなかった。 合算等と呼ばれる1978年10月2日のダイヤ改正では列車相性番号の方式変更の方式変更に伴い下り列車の号数は奇数に上り列車の号数は偶数に変更された1981年7月13日改正ダイヤの列車時刻は以下の通りである1984年2月1日からは 全列車の停車駅に本圧木駅が追加されたほか、朝霧1.6号に限り、国外機にも停車するようになった。多少のダイヤの変更はあったものの、朝霧は基本的には、ほぼ同様のダイヤパターンで運行された。柿き客時や団体利用時には、SSE 車を2編成連結した従連での運行もあった。朝霧に使用していた SSE 車は、 対応年数を10年として設計された車両で、1987年で、車齢30年となるなど老朽化が進んでいたため、新型車両に置き換える案もあった。しかし、当時の国鉄側の現場の反応などを考慮して、仕方なく車体修理を行った上で、継続使用していた。国鉄分割民営化後の1988年7月、小田急は JR 東海に対して、 車令30年を超えた SSE 車の置き換えを申し入れた。折しも、御殿場線では1989年に、藤岡駅と岩波駅に基地外施設が新設されたこと、また、御殿場線応援線から運転区間延長の要望が強くなっていたことから、小田急と JR 東海の間で、相互直通運転に関する協議が進められ、 1989年8月8日には、2社が、それぞれ新型車両のス社、371系を導入した上で、相互直通運転に変更、特急に格上げした上で、運行区間も新宿駅沼津駅間に延長するという基本的なプランについて2社間で合意した。この運行区間延長により、中江津、西江津への新たな観光ルートが設定されることも期待された。 こうして SSE 社による連絡急行朝霧の運行は1991年3月15日、限りで終了し、1991年3月16日からは特急、朝霧として、相互直通運転が開始された。この時から小田急と JR 東海の乗務員が松田駅で交代し、それぞれの自社区間のみを乗務する運行形態に改められた。 1992年3月28日改正ダイヤの列車時刻は以下の通りである。途中停車駅は町田駅、本厚木駅、松田駅、駿河小山駅、御殿場駅、裾野駅である。車両故障などの異常時は小田急線内のみを小田急車で運行し、御殿場線内を運休することがあった。二次交通の整備特急への格上げとともに、 路線バスによる二次交通の充実も図られた。伊豆箱根鉄道では接続して、伊豆長岡へ直通する急行バス、あやめ号を運行開始。伊豆箱根鉄道と箱根登山鉄道では、朝霧に接続する沼津港への連絡バスを運行した。東海自動車では、朝霧に接続して、中伊豆、西伊豆方面へ直通する特急バス、 スーパーロマンス号の運行を開始したが、この特急バスのために導入された車両は片側をスシャ、もう片側を371系と同じ塗装デザインにした車両であった。開業後1週間の実績では前年と比較して利用者数は2.5倍となり、当時のバブル景気を背景に、御殿場線沿線に点在するゴルフ場への旅客で満席になることも多かった。 東海道本線静岡駅発着の延長運転を求める声も出ていたが、JR 東海では新宿駅と静岡駅では3時間程度の所要時間となり、東海道新幹線との時間差が大きすぎるとして考えられていなかった。景気低迷に伴う利用者層の変化しかしその後、バブル崩壊による景気低迷とともに、寸東地域でのリゾート開発は頓挫し、 ゴルフ場への旅客の現少や、マイカーへの移行が見られた。また、西伊豆への観光ルートとして周知される前に、観光地としての西伊豆自体の知名度が高くならなかった。この要因として、東伊豆、中伊豆と異なり、西伊豆には鉄道路線が通じておらず、道路交通を含めても高速で移動できる手段に恵まれない状況もあるとされる。沼津から松崎への航路は廃止され、 朝霧に接続して、西伊豆方面へ直通する特急バスも削減された。このような状況か、2010年頃の主な利用者層は、五殿場プレミアムアウトレットへ向かう利用者とみられている。運行開始から2003年までは、JR 線を走る特急であるにもかかわらず、座席番号は、小田急のシステムに合わせた連番方式であったが、2003年4月6日からは、 他の JR の運行する特急と同様の方式に変更された。2012年3月17日改正をもってスシャト371系は運用から離脱すると発表、全列車がムズシャにより運行されることになった。これと同時に運行区間は新宿五天馬間に短縮された。この結果、乗り入れ形態や 運転区間は特別順急連絡急行時代と同様の御殿場発着、型乗り入れに戻ることとなった。さらに停車駅と運行時間帯も変更された。毎日運行の列車は3往復に減便され、途休日に臨時便1往復が設定された。運行外況2018年3月17日、現在の運行外況は次の通り。 新宿駅五転売期間で平日ダイヤで3往復と休日ダイヤで4往復運転不定期便1往復が運行される。新宿駅五転売期間を約1時間30分で結んでいる。全列車がムズ車を使用した6両編成である。普通車座席指定席のみで、クリーン車と沼津駅五転売期間のみ1両、設定されていた自由席は廃止された。 2018年3月17日のダイヤ改正で12時50分発の11号が8時40分発に変更され駿河小山駅に停車、大体に12時40分発の不定期運行列車31号になる。6.12号が御殿場駅での発車時刻を約50分繰り下げられた。また、上りでも10時48分発の不定期運行列車32号が設定された。 交通系 IC カードについては小田急線内はパスモエリア、御殿場線内はトカエリアであり両エリアにまたがる利用はできないため本列車を利用した小田急線肌の駅園と御殿場線東山北駅園の総合間での IC カード乗車はできないただしエリア内完結での乗車の際は IC カードを利用できる大半の列車が終点の御殿場駅で 沼津駅発着の普通列車に接続する。停車駅新宿駅から新百合ヶ丘駅、相模大野駅本厚木駅肌の駅、松田駅御殿場駅、朝霧2号限定のモーニングセット1955年の運行開始当初は、単行運転であっても、車内販売が行われており、全区間で小田急サービスビューローの車内販売員が1名か2名、乗務していた。 1968年7月1日に直通列車が SSE 車による運行に変わってからは森永エンゼルによって小田急線内の特急ロマンスカーと同様の走る喫茶室のシートサービスが行われた。1991年3月16日に相互直通運転の形態に変わってからはあっさぎり1.45.85では小田急レストランシステムが 朝霧2.36.75では J ダイナー東海が車内販売を担当するようになった。普通車では走る喫茶室のようなシートサービスではなくワゴンによる車内販売となったがグリーン車ではシートサービスを行うため座席にスチュワーデスコールボタンを設置した。シートサービスのメニューは2車で異なり特に J ダイナー東海では果物は車内でカットして 盛り付けを行っていた。また、朝霧2号のグリーン車に限り、和風、洋風のモーニングセットの販売が行われた。小田急レストランシステムは1列車6名、J ダイナー東海では1列車5名が乗務していた。これらの車内販売は、2011年3月11日、限りで終了となった。2012年3月17日から運用されるムズ、車には、 車内に清涼飲料水の自動販売機が設置されている。特別準急連絡急行時代は座席はすべて小田急が管理していた。特急に格上げされてからもマルスには収容されず、小田急の座席予約システムに収容され、朝霧停車駅に SR 端末を設置することで対処した。その後、JR 東海で特急券を購入する場合は、 マルス端末の専用メニューから小田急にオンラインで問い合わせ、座席指定を確保するシステムとなった。JR 東海以外の JR 窓口は小田急とオンライン接続されていないため、まず一旦マルス端末で席なし特急券を発行し、その後に静岡マルス指令に電話して座席の割り当てを受けることになる。また、JR と小田急の連絡運輸から外れる区域では、 JR 窓口では JR 線区間しか発売できないため、小田急線区間を含めて購入したい場合は、JR 乗車券、特急券と小田急ロマンスカー特急券、小田急線乗車券の両方を取り扱う旅行会社で JR 線区間と小田急線区間とを分割発券して組み合わせた特急券、乗車券を購入するしかない。この場合、旅行会社によっては、 手数料がかかる場合がある。この煩雑さから JR 側は2009年3月14日、出発分から小田急線区間を含む指定券の発見を JR 東海の主要駅、西日本旅客鉄道系阪神地区の緑の窓口と小田急ローマンスカー特急券取扱い旅行会社に限定したが、小田急ローマンスカー特急券取扱い旅行会社でも、 契約の都合上、JR 線区間まで購入可能な旅行会社及び店舗は限られていた上、購入可能であっても、小田急と JR の連絡運輸の範囲から外れる、地域では前期の通り分割発見となった。2013年3月からは一部の座席がマルスに収容され、連絡運輸適用外の地域でも、JR 区間のみの発売が容易になり、連絡運輸範囲内では、 マルス端末設置旅行会社でも小田急線区間を含む区間の発見が可能になった。一方で発売座席数が限定されている上、JR 東海ではマルス端末から小田急のシステムにアクセスする機能が廃止されたため、御殿場駅では MSR 端末を別途配置し、小田急様式で JR 自問の指定のみ券を発見している。また2014年3月に、 JR 西日本と小田急電鉄の連絡運輸が廃止され、小田急線を含む区間の同社緑の窓口での販売を終了した。ありがとうございます。